はい、白瀬ゴールドです。ディビジョンのランクが30になってからまず何をするかっていうところの説明していきます。まず必要なことは一つですね、レアドロップを集める。まずこれに尽きると思います。なので周回コース、警察学校っていうミッションがあって、最短でクリアできるミッションがあります。まずこちらをやってレアドロップを集めるっていうことからやっていきたいと思います。今回、4人プレイでいつもやるんですけども、ソロプレイで分かりやすく説明していきます。でまずはスキルですね。スキル設定、まずアビリティで、今回ソロプレイっていうことでサポートステーション、これの、まあ、僕がダウンした時に自動的に再生蘇生ができるっていうスキルと、あとはリカバリリンク、サードスキルにリカバリリンクといって、まあダメージを負った時にバッて使って起死回生のね、回復ができるっていうスキルで、今回必要なのが最初に使うのがモバイルカラーカバーですね。必ずやんなきゃいけないのはこの防御範囲が2人分に拡張されるっていうね、このもっと2番目のこちらのスキルにしてください。でスキルはこちらでいきます。でエージェント、まずこちらでミッションのハードモード、今回こちらでいきます。ハードですね。ではやっていきたいと思います。まずこのミッションに入っていくと、通常であればあっちの方に行って発信場所を見つけるっていうところから始まるんですけども、もう始まっていきなりここの入り口が本当だったら入れないんですけど、このモバイルカラーカバーというものを使えばまあ、バグで入れるようになります。置き方ちょっと難しいんですけどね。このようにドアに若干被るような形でモバイルカバーを貼ってきます。ちゃんと。そしたら、ここの壁にカバーリングするような感じでやって、こうずれ込んで入っていきます。これでバグでね、入れちゃうんです。で、入ったら解除してくださいね、必ず。入ったら、モバイルカバーは必ず解除してください。で、この先に入っていきます。そうすると、この体育館のところに、クラウドデータがあります。まずこれを作動させてください。作動完了。エコーが起動します。エコーは過去あったものがまあ見えるという残像みたいなやつですね。で、ここで少し戻って、一回ここで待機してください。ディビジョンのエージェントが離反して、殺し合ってる。まさか、こんなこと。ありえない。とにかく仕事に集中しよう。エコーを作るのに使われた SHD テックはハッキングされてたようだ。エージェントの正体が読み取れない。近くにセキュリティ室があれば特定できるかもしれない。でここでスキルアビリティが回復しました。アビリティ回復したら交換できます。でこれから戦闘が始まるんで、このモバイルカバーはまあ使えないといったら使えないんで、こっちのこのスキャン、まず敵がね、スキャンされた時に敵がダメージを受けやすくなる。で、こちらの方に変えてください。で、そうするとここのキーボードが使えるようになるんで、キーボードで押します。これだけです。そしたらもうボス戦がこれから始まります。はい。今こっから、今入ってきたところから敵が出てきます。なので、ここから迎え撃ちますね。迎え撃つときに、僕は、開く瞬間に爆発物をバッて置いていきます。呼びかけに応答しない。嫌な予感がする。はい、サーチをやって投げます。あ、タイミングがちょっとずれた。まあ、OK ですね。ハードモードなんで結構強いですよ、これでも。もう存分に張ってください、これ。火力は足りないんで、基本的に一人でやるときは。はい。で、チョンボで死にたくないんで、僕はもう張っちゃいます。これでこれダメージはすごい。ハードモード一人でやるときは。さあ、エナジーバーしっかり貯めて。ちょっと倒しづらいなって思ったらもう惜しみなくこう爆発物使っていってくださいね。
オッケー。はい、攻めていきます。攻めてくると思ったら必ずこう撃ち殺す。中に入れない。で、僕のねアサルトライフルは結構跳ねるんで、あんま近距離には向いてないけど、僕はこれ一本でいって方がいいです。何を隠そう、この警察ミッションで手に入れたこの黄色最上級武器がこのアサルトライフルですね。結構気に入って使ってます。最初よく跳ねる武器だなって思ったけど、グリップ E のつけたらなんか跳ねなくなったんで、十分使えるんじゃないかな。はい、駆除していきましょうね。新しい敵出てきたらまたつけてみますね。相手はライフルだけど、じゃあこの距離であれば全然スナイパーに打ち負けなくですね。オッケー。さあ上からこれね、もうボスが来ちゃいます。スキアクローっていうラスボスですね、この面の。結構強いんで気をつけてくださいね、皆さんやるときは。あんま調子乗っていくとね、もう本当に一気にやれちゃう。ちょっと長期戦になるかもしれないですけど、よろしくお願いしますね。はい、チョンボして負けないでくださいね、ここで。はい、ここで張ってきます。近づいてくるんで、そしたらサブマシンガンで一気に仕留めます。中に入ってきたらサブマシンガン、 OK。 近距離に来たらサブマシンガン、リロード時間が早いんで入ってこられてもすぐ打ち返せます。向こうのスキャクロ、まず近距離の敵が倒すことですね。エナジーバー食べますね、ちゃんとね。膠着状態が続いたら、ああ危ない、続いたら必ずね、細かく爆弾打ってあげてください。今いくら打ってもいいですか。はい、敵が隙ありと思ったらしっかり打っていきます。あとはチョンバー怖いんで、しっかりエナジーバーを食べるようにしてくださいね。おっと、ちょっとね、4人でやるとかなり周回コース早く終わるんで美味しいんですけど、邪魔なんでタレットを倒してください。じゃあ行っちゃおうかな。もあと1マガジンでいきますね。はい、 OK です。あとは雑魚処理。OK、 これでミッションクリア。こういう形で、でレアドロップですね。レアドロ拾ったらこの形でどんどん新しい武器を拾っていって強化していってくださいね。ほら結構いいの装備できましたね。スキルパワーが上がってヒットポイント下がるから、これはちょっといただけないかもしれない。でこうやってクリアしたら
ちょっと一回振り出しに戻るために説明しますね。で、ここの警察が学校のところをこう押して、ミッションリプレイっていう三角ボタンを長押しします。ニューヨーク警察学校の本館で、はい、そうすると、また同じミッションが可能です。で、そしたらまたね、こうやって走って中に入っていって、第一波のエージェントの ID で、SHD テックから今も発信され続けている。で、先ほどの、ここのドアのところに、モバイルカバーを、つけて、ちょっと。パッて。で、こうやって中に入って、で、これ閉じる。っていう形です。まあ、こういう感じで、まずレベル30になったら必ずやること。これは、もうレアドロップ集めです。レアドロップ集めである程度力をつけていかないと、ダークゾーンに行っても返り討ちになってしまいますので、まずはランク30に上げること。そしてレベル30の武器を拾うことができる状態にしてから、こう警察学校とかね、簡単にこう周回できるコースを探して、友達と4人とかで回ってください。そうするとすぐにね、あの武器とかも手に入りますんで。ということで今回、ソロでハードモードのクリアの動画でした。ありがとうございました。